ケイト氏は、日本統治時代の韓国学者、歴史学者、作家、大韓民国初期の政治家、作家。本願は、アズマラ氏。イテイシ、字は、協業、合は、縁、全米蘇産人、画名はため堂。1893年に、ソウルのミョンドンで、名門家の一人息子として生まれた。有名な学者里県義氏に支持し、1913年に、上海市に渡って、 牧園職、神経職などとともに、同積者を結成した。帰国後、四世代学校で講義する一方、党は日報論説委員として働いて、著述活動をした。私学に関心を持ち、李史朝鮮後期の実学者、陽明学者、その外の学派の著述を海外とその学通を明らかにし、またその出版ではこれを交閲したりした。その中でも、 心血を注いだのは、実学者で、特に星子と茶山の著述であった。1930年代に、歴史研究に没頭し始めた、日本漢学者による国史外局を改めるとして、本格的な歴史研究を始め、朝鮮五千年の精神との見出しで、東亜日報に連載され、後に、朝鮮史研究として刊行された。彼の歴史研究は、 単一史学に啓発され、それを受け継ぎ、その外白な感覚の知識と広範な資料の渡る新は、単一都史学の古代史の展開をよりもっと完璧に体系化し、単一都史学の史論の充実した理論で完成させた。そして、民族史学の歴史意識の特徴を端的に表現する精神主観を見せた。日本統治時代末期には、 創始解明などを強要する雰囲気に抵抗して山奥で陰遁生活をした。1945年8月の降伏後に国学大学の招待学長を務めた。また降伏説家を作った。1945年12月23日午後2時、緊急が主管する純国先列水年大会に参加した。純国先列水年大会委員に選出された。 緊急がモスクワ三国外相会議に反発して、新宅統治反対運動を推進するために12月30日、結成した新宅統治反対国民総動員委員会委員になった。1946年3月3月の純国、三位市大法官に立ち会う緊急、方、大門などとともに1946年に朝鮮史研究を表した。2月14日に、 韓国民主党結成大会が開かれたが、両運協、皆大必殺し、金正祝、長所上がるなどとともに、反民党議員の議席を拒否した。1946年6月15日午後5時40分に、京城駅に到着した、院宝吉、李笹熊佐、白、佐田友の遺骨を迎設し、太古寺に用意された上がり所に参列した。1948年、 韓国政府自立後、李昌番によって、三個の例を受け、招待観察委員長に選任されたが、李昌番の側近、任営心の汚職事件で厳罰を要求して、大統領と賢悪な関係になって辞任した。1949年、民族陣営強化推進委員会に参加した。1950年、朝鮮戦争が勃発。 李正万逃亡後のソウルで7月31日に朝鮮人民軍の捕虜となった。韓国側ではこれをラホクとしている。以後の消息、死亡の時期は明らかでない。新四ヨンワンの証言によれば、北朝鮮政権により反動勢力に分類され、国軍北進中的個指令山脈で10月23日から25日間も放置され、その後病院に送られて、 同年11月頃に死亡したと言われている。他方、北朝鮮での公式死亡日は9月7日とされ、北高直後に豪快道で爆撃によって死亡したことになっている。ただし、これはラホック社の死の責任をアメリカに押し付けるため、鉄造したという説がある。1990年に建国勲章独立章を追贈された。2001年に四世代学校は、 民族士官確率と国学振興に献身した帝虎博士を称えるために第二人文館をため堂帝虎博先生記念館と命名した。2008年8月、学術史、韓国史市民講座下半記号で大韓民国建国60周年特集大韓民国を建てた人々で建国の基礎となった32人を選定したとき、教育、 学術部門の一人として選ばれた。ありがとうございます。